いきなりひでチャンネルどうも、こんにちは。いきなりひでチャンネルと申します。高島です。週末金曜日がやってまいりました。いきなり何万とかね、何十万とかっていう、そういう方がご覧になるわけではないですけども、数百人のね、レベル。で、多いものだと万を超すものも年間何本かヒットが出ると、いうようなね、その程度のいきなりひでチャンネルですけども、 ま、それでもね、あの、入れ物を考えてみると、例えば、学校の体育館にですね、えー、500人、600人とか、800人とか、ね、1000人とか入ったら、やっぱり相当の人でね、で、教団に乗って、例えば私が校長先生だとして喋ったら、結構まあ緊張感ありますよね。それと同じぐらいの方はですね、えー、いつも見てくださっているらしい一1週間ぐらいでね。えー、それは大変ありがたいことです。あ この映像ね、私も見ました。交番で玉川向かうミニキャンプ。これはうまいね。川柳として。交番で玉川向かうミニキャンプ。現場周りとなった玉川市。まさに二軍広角でミニキャンプを張って出直す心境でしょうか。羽鳥さんのモーニングショー。私も時間があれば ま、自然にね、テレビ。あの、朝はいろんな番組やってますけどもね、えー、あの、羽鳥さんの番組が一番なんかね、見やすい。だけどね、あの、玉川徹さんが、菅元総理大臣の、安倍晋三元総理のね、あの、国葬の時に読んだ長辞がですね、大変感動を読んだわけですけども、余計なこと言っちゃったんですね。あれ、電通が入ってますからって。ね、<laughs> 電通が入ってますから。 なんかね、業界人っぽい言い方ですよね。ね入ってなかった <laughs> それでとんでもないことになっちゃって、謹、え、慎、ー、期間がありまして、えー、それで出てきたときに、たまたまそうそう、朝一番で出てきましたんでね、あの、モーニングショーのね、頭下げてました。ね、今度は外回りをすると。えー、そして自分で取材したものを、えー、そのモーニングショーを通じて紹介すると。えー、もうやってましたもんね。えー、今朝もやってました。 はい。えー、交番で玉川を向かうミニキャンプ。えー、ちょうどたまたま玉川という名前ですから。えー、あの、昔、巨人軍のキャンプなんかもやりましたよ。春のキャンプとかね。えー、私も近所に住んでますんでね。昔の巨人軍グランドのすぐそばにあるおでん屋さん。あ、そういえば、この、いきなりひでチャンネルで犬と一緒に紹介したじゃないですか。あ、覚えてらっしゃらない。まあ、そんなこともあったんですよね。 はい。え、次はですね、こちらです。お祝いに乱闘騒ぎ、竜が舞う。お祝いに乱闘騒ぎ、竜が舞う。池袋サンシャインのビルで出所祝いをしていたチャイニーズドラゴン。まあ、純暴力団というか、半グレ集団というかねえ、そういう連中らしいですがえ、乱闘騒ぎを起こしたそうで、人数はなんと100人はあ 東京池袋の高層ビルサンシャイン60の58階で100人規模の宴会中に乱闘が起き多数の警察官が駆けつけるという騒ぎがありました。はあ、8月に刑務所から出たチャイニーズドラゴンの元リーダーの出所祝いが開かれていたそうです。ははあ。宴会は午後6時に始まり直後から 参加者らの一部で小競り合いが発生。最終的に十数人が揉み合いとなり、少なくとも男性一人が額に軽傷を打ったこれなんか仲間内で結果になったんですかね。<laughs> チャイニーズドラゴンというのは、中国残留孤児の2世3世を中心に結成された純暴力団であるとあ。これを聞くとね、私もね、ちょっと痺れるんですよね。 というのはね、中国残留孤児というのはですね、ちょうど、私昭和17年の戦中の生まれですから、ね、ちょうどね、ええ、私と同じ世代の人たちがね、昭和20年に終戦になりまして、あの関東軍がみんなトんずらしていなくなっちゃって、ね、ロシア兵がうわーっと入り込んできて、もう乱暴牢石。 ね、もうひどいありさまで殺された人もいいですし、いろいろね、女性なんかはひどい目にあって、えー、それからシベリアに連れて行かれた人とかね、いろいろあって、ね、中西さんからそんな話も伺いましたですけども、その連中がね、もうほんと中国人に預けられたり、捨てられて拾われたり、いろいろしてですね、えー、非常に苦労しながら成人して、それが帰還で日本に帰ってきた。みんなね、 私と同世代ぐらいのね、前後の人たち、含めてね。だからね、我がことのようだったんですよ。本当に。だからそういう人が、日本に帰ってきて、ね、結婚して、子供を作って、それが、まあ、2世だ。そしてまた、私た私から言えば、孫ができて、3世ですよね。で、それがなんかこう、半グレ集団みたいな、えー、そんな世界でしか生きられないんだとしたら、いやー、 実に切ない話でありますね本当にね次はですねこれは笑っちゃいけないんですけど笑ってしまったんですが10月15日第99回箱根駅伝の予選会が陸上自衛隊立川駐屯地国営昭和記念公園で行われ6位の立教大学はなんと55年ぶり28回目の本大会出場が決まりました 川柳箱根寺へ立教熱狂予選会。アッキーさん。ミスターも元気復活ベストラン。はい。えー、立教大学の出身の人、立教ファンの人、みんな55年ぶりかってうんで喜んだ。そしたらあの関口さんのサンデーモーニングでね、関口さんが思わず55年何やってたんだ <laughs> みたいなことを言いまして、私は笑っちゃったんですけど。 <laughs> おかしいね。まあ、そう言われてみるとそうかなと思って。えー、私の出身の明治大学はですね、<laughs> 予選会2着で、ね、えー、本戦に出場ということですね。はい。また正月はこれになるんですかね。本当にね。さあ、それではですね、週末の金曜日ですね、株式会社野口医学研究所からサプリメントがお一人に当たります。今日のサプリメントはですね、 肝臓エキスウコンであります。日本国内で飼育された健康な豚から抽出した肝臓エキスと肝機能を高めるクルクミン配合のこのサプリメント。体内でゆっくり溶け吸収されやすい持続型カプセルなので飲みやすくさらに抗酸化作用のある黒ウコンも入っており、お酒をよく飲む宴会のお好きな方、特におすすめのサプリメントです。 さて、今週のこのサプリメント当選の方、アッキーさん、神奈川県の60代の方、箱根寺へ立教熱狂予選会ええ。さっき紹介したばっかりですけど、面白いですね。セントポールサンシェイン、池袋立教大学。ね。長島さんも喜ぶだ。ミッキー、あ、ミスターも元気復活ベストランということで、 リハビリもね、効果絶大になるのではないかということですね。ということで、今週もですね、池田秀りひでチャンネルご覧いただいて本当にありがとうございました。大感謝です。えー、来週以降もね、あなたの川柳が助けです。いろんなご意見も含めて、こちらでお待ちしております。というわけで、今週は5年で失礼します。ではまた来週。